追っ手の気配はない。今度こそ巻いたようだ。まさに東大元暮らしだな。あいつらもまさか俺が自分の部屋に戻ってるとは思わねえだろう。幸い竜たちも出かけちまってるし、しばらくはここに隠れていて平気だと思うぜ。うむ。何そわそわしてんだ。いや、なんだ。貴様の部屋に二人っきりというのは初めてだから。バカ、変なこと考えるなよ。っていうか俺の顔でモジモジすんな。すっげえ気持ち悪いじゃねえか。うるさい。気持ち悪いのは元々の貴様の顔が悪いんだ。文句を言うな。そう返されると普通にへこむぜ。貴様こそ私の体に変なことはしていないだろうな。変なこと？そうだ、その触ったり見たりとか。そもそも貴様どうやって着替えたんだ。まさか私の体を全て見たんじゃないだろうな。見てない見てない。ちゃんと目隠しして頑張ったっつの。その言葉信用するからな。嘘だったら命はないと思え。目隠ししてたせいでついうっかり触れちまったのは黙ってよ。はあ、どうしてこんなことに。このような非現実的なことが起きるなんて未だに信じられん。そうだよな、普通に考えればありえないよな。失礼じゃの。わらわの力があればこのくらいのことはちょちょいのちょいじゃ。そうだよな、ちょちょいのちょいだ。ちょっと待て。おたま、もしかしてお前の仕業か。もちろんそうじゃよ。どうじゃ、すごいじゃろ。おい一条楽、なんだこの子は。というよりつい今仕事まで部屋には私たちしかいなかったはずだが。これには深いわけがあってだな。なんだこの耳、それに尻尾が2本、作り物か。ほう、よくできているな。動いた。しかもふさふさで気持ちいいぞ一条楽。耳も柔らかくていい。くすぐったいわ。わらわの耳を勝手に撫でるでない。人の分際で霊剣新たかな妖子であるわらわを撫で回すなんて、なんと恐ろしい娘じゃ。妖子？なんだ、ざっくり言うと要するに妖怪だ。妖怪？そんなバカな。貴様私をからかってるだろ。信じられねえのもわかるけどな、突然パッと出てきたのがその証拠だよ。何をバカなことと言いたいところだが、この状況で貴様が私をからかっているとも思えんな。それじゃまさか本当に。わかったならもう話せ。たたるぞ、呪うぞ。しかし妖怪なんてものが本当に存在するなんて信じられないな。こんなに可愛いのに。頼むから尻尾を握らないでくれ。さするな。ふさふさなのに。おいつぐみ、楽しんでるところ悪いが遊んでる場合じゃねえぞ。は？そうだったな。覚えておれよ。この怒りは稲荷寿司3つは奉納せんと収まらんと思え。はいはい、後でいつものやつを作ってやるから。それより本当にお前が俺とつぐみの体を入れ替えたのか。そうだ、貴様がやったのか。わらわの力をもってすればこのくらいは朝飯前じゃ。どうしてそんなこと。わらわはお主の願いを叶えてやっただけじゃぞ。私の願い。昨夜お主わらわの社で願い事をしたじゃろ。願い事？私が？
あ、もしかして。私もお嬢のように一条楽とずっと一緒にいられたらいいのにな。誰よりも近くにいられたら。あれのことか。何、これもわらわが良き千古になるための修行の一つ。礼はいらんぞ。いや待て、私はこんな風になるとは望んでいない。つぐみ、お前一体何を願ったんだよ。それは、私はただ貴様と俺と、その、おい、はっきり言ってくれよ。このまま元に戻れなかったらずっと一緒にいなくちゃいけないんだぞ。ずっと一緒に、なんで私が貴様と一緒にいなくてはいけないんだ。いやだってこんな状況他の奴らには言えないだろう。そうなったらお互いのことをフォローするためにもずっとそばにいる必要があるんじゃねえか。そうか、確かにずっと一緒だ。そういうことになるのか。うむ、そういうことじゃ。願いの通りじゃろ。全然違うわ。うわ、私の軽はずみな発言のせいでこんなことになるなんて。おい、二人で納得してないで俺にも教えてくれよ。それは言えん。だってお前の願いが原因なんだろ。だったらそれを解決するためにも二人で協力した方が。恥ずかしいのだ。はあ、恥ずかしい。俺と関係することで恥ずかしいことってなんだよ。だから、そんなこと貴様に言えるか。おい、つぐみ、今外に出るなんて。クロードたちに襲われんぞ。うるさい、もう私のことは放っておいてくれ。俺の体。はっはっは、愉快な者たちじゃの。笑い事じゃねえよ。あいつはお前に何を願ったんだ。それは言えぬ。いわゆる企業秘密というやつじゃな。企業秘密。その言葉が言いたかっただけだろう。かっこいいじゃろ。じゃが本当に言えぬのじゃ。他人の願い事をばらすのはご法度という決まりでの。じゃあ一応聞くけど、今の状況を元に戻すことはできないのか。できんことはない。あの娘が心の底から元に戻りたいと願えば、おのずとそうなるじゃろ。そっか、そうなるとやっぱあいつに会って願いの内容を確かめんのが先決だな。ふむ、じゃがな、楽よ。ん？いつも稲荷を握ってくれるお前にだけちょこっと教えてやろう。大サービスじゃぞ。あの娘が悩んでいるのはお主のことじゃ。やっぱり俺が関係してんのか。うむ、あの娘なりに真剣に悩んでおるのじゃろう。だったら俺はどうすりゃいい。簡単なことじゃ。あの娘に対しお主にできるであろうことはただ一つ。ちゃんと話を聞いてやることじゃよ。わかった、そうするよ。たまにはマシなこと言うじゃねえか、おたま。よいよい、ババ様が昔人に言っていた言葉を急に思い出したでな。意味はわからんが神様っぽいじゃろ。意味もわかんねえで言ってたのかよ。それより追わなくてよいのか。そうだな。このままじゃ俺の体で動き回ってるつぐみも危ねえし、とにかく追いかけるか。つぐみが何を悩んでるのか知らねえが、それでも俺のせいだって言うなら、やっぱりけじめは俺がつけなくちゃな。待ってろよ、つぐみ。何をしている。必ず見つけ出して殺せ。完全に包囲されてんな。こんなんじゃさすがのつぐみでも町からは出られないはず。当然切り裂き邸には戻ってねえだろうし、顔見知りの多い学校にも行かねえよな。あと
あいつが行きそうな場所ってどこだ？よく考えると俺ってつぐみのことは全然知らねえんだな。俺のせいで悩んでるなんて全く気づかなかったし、今回の件はきっと俺にも責任があるんだ。だから絶対に俺があいつを見つけてやらなくちゃ。もうつぐみってばどこに行っちゃったのかしら。やべ、隠れなきゃ。ちとげちゃん、つぐみさんが行きそうな場所に何か心当たりはないの？そう言われると意外と浮かばないわね。一人で遊んでくるタイプでもないから、楽や私らといった場所くらいしか知らないとは思うんだけど。俺たちと行ったことがある場所か。だとしたら探す場所も絞られてくるな。